本日は一体トゥインゴの小回りどこまで効くのか検証してまいりたいと思います。皆さんこんにちは、ルノ所沢の渡辺でございます。本日はデザイン性や利便性、それからお車の走りの楽しさという観点から人気を集めているトゥインゴ、その中でも最小回転半径が 4.3m ということで、この 4.3m は日常の中でどれぐらいこう利便性というのを果たしてくれるのかというところを見ていきたいと思います。日常を使いいただく中で裏路地に入ってしまったり、 U ターンをしなくてはいけないシーンにあったりだとか、こういろいろと運転している中で小回りの利きというのが重視されるシーンというのが多いと思うんですけれども、こんな感じで切り返しも楽々でございます。さてさて、トゥインゴのこのコンパクトさに、この小回りの利きだと縦列駐車も楽々でございます。はい、ご覧の通りあっという間に縦列駐車が完成してしまいました。はい、完璧です。それ運転上手な営業マンが止めたからじゃないのと思ったそこのあなた、ご安心ください。私恥ずかしながら駐車かなり苦手なんですけれども、ご覧の通り先ほどの中浜セールスとよりはかなり時間はかかってしまっておりますが、なんとかトゥインゴだと一発で入れれることができました。実際の縦列駐車だともう少し狭かったりするかとは思うんですけれども、ご覧の通りです。このタイヤの動きにご注目ください。全開できるとここまで角度つけれるんですね。もうあのハンドルを握って回している時に全開に切ると、え、ここまでいけるのっていう感覚に襲われます。ご試乗いただいたお客様も皆様、え、ここまで切れるんだ、もう思わず笑ってしまうような回転率です。ちなみに全く同じ場所で同じようにメガーヌを縦列駐車してみた場合はこんな感じです。もちろん長さや幅、車体の大きさの問題もございますが、タイヤに注目していただくとトゥインゴがかなり小回り効いていたというのがお分かりいただけるかと思います。こちらちょっとミッションということもあってかなり苦戦しているんですけれども、やはりお車そこまでお得意でない方、縦列駐車はなかなか難関だと思うんですけれども、本当にそういったシーンに巡り合わせた際でもトゥインゴだったらもうなんていうんですかね、こう守り神がいるような気持ちで、そういうところでも対向車が来た時でも、このようにイレギュラーな細かいところに駐車する際も本当にもう回転効いてくれますし、コンパクトですし、そして見晴らしもとてもいいので安心していただけるかと思います。さて皆さん、いかがでしたでしょうか。魅力たっぷりのトゥインゴ、今回は、最小回転半径ということに、焦点を当てて動画を撮ってみました。やはり小回りが効くというのが一番こう生活している中で重要視されるポイントではないかなと思いますので、ぜひとも一度ご試乗等でトゥインゴのこの小回りの利きご体感ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。リスナグループでは新しくレンタル事業を開始しました。ベナンダーではない上質なお車を貸し出しするサービス、ビジョナカレント。弊社が持つそれぞれの正規ディーラーが自慢のお車をご用意。フォードのエクスプローラーやアウディ A6 など、お手頃な価格で輸入車のある非日常を楽しみませんか。始め方はとっても簡単。概要欄よりアプリをダウンロードいただき、たったの3ステップで登録が完了いたします。デビューしたてのお車も続々と掲載中でございますので、ぜひぜひ皆様のご利用お待ちしております。